スタートしていったのが広島大学。勝井選手がスタート。広島大学 EK が、おー、踏んでますね。さあ、今、速攻、5番の SU セクションに入っていきました。勝井選手、ここに EK を読んだんですね。ああ、いいね。最優機絶好調だね。あっ、おっ、わ、見えねえ。まあ、メージ、おじどり、おじまるるとね、まあ、あれぐらいは楽しそう。さあ、広島大学各選手、順番を追い上げてきた。なかなか一戦立ち上がっていくから、さあ、結構いい攻めてるね。あれ、これトップじゃね、暫定トップ分かんな。あそこ待ってんだよな、ここ待ってんだよな。うん、テンパチなんだよな、あの、スルが非常にこう、インナーが外れてるから、ね、巻き込まれてきちゃった。あ、ゴール見えねえな。さあ、最終列車やってきました。さあ、リズミカルに削って最終ヘアピン2個。ちゃんと取れるか、こういう低速接触のテクニックも、最後縮める重打。さあ、ここが決めてきたぞ。さあ、タイムは1分50秒463。あー、どっかミスったんかな。最後の方じゃん。